はい。えー、それでは皆さん午後の3時になりました。えク、ー、タ旅通信ライブ版。ほぼほぼ毎日配信の今日ちょっと旅へということで、えー、皆さんに今日も京都の話題をお届けしたいと思います。さあ今日は5月の7日木曜日ということで、えー、ゴールデンウィークも終わりまして、まあ今日から、まあ自粛がまだ続く中ではありますけれども、ちょっとお仕事へとか、いう方もちょっといらっしゃるかもしれませんが、えのー、このタ旅通信ライブ版。 変わらず、午後3時に、この楽旅京町屋からお届けしております。あのー、毎日、まあ、お届けしておりまして、ちょうどこのライブ配信が終わりました後に、私も、まあ、どんな放送だったのか、中継だったのか、もう一回動画をね、見てるんですよ。で、そうして、あ、あれも言ったらよかったな、とかね。あ、この情報、 ぜひね、伝えたかったなとか、もうこれライブですから、まあもう頭にパッパッと浮かんだことをお話をしてますので、まあいろいろ後から振り返るとあるんですけども、まあそれはそれで、まあライブ感のいいところというところで、もう最新の情報、熱い情報ですね、また今日もいろいろ皆さんにお届けできたらいいかなと思います。そしてその、放送が終わったやつを見ながらですね、Facebook の中で皆さんが、 コメントをずっとこう上げていってくださってますので、まあ、そのコメントなんかもずっとこう振り返りながら、もう一回、ライブ中継を見てるんですよ。そしたらもう皆さん、あの、最初の頃は、おやつの話題で大変盛り上がってまして、ポテチ食べたとか、バームクーヘン食べてるとか、まあ、いろんなですね、まあ、こういうおやつ情報が飛び交ってますので、あのもうね、特にこのライブ中継気にせずに、まあ、皆さん、あの、 お互いにコメントを入れ合ってもらって、今日のおやつ情報とか、この地域にはこんなやつがあるんですよとか、まあ、ぜひあの、皆さん同士の交流、おそらくね、これ見ていただいている皆さんは、もう京都が好きな、京都ファンが集っていると思いますので、もうその京都ファンであるというのはもう一緒ですからね、皆さんの中同士で交流を深めてもらって、もう若村のトークはそっちのけでも全然結構ですから、皆さん同士で盛り上がって、 まあ、京都をきっともっと京都を好きになるということで、いろんなですね、京都ファンとの交流を楽しんでいただいたらいいのかなと思っております。さあ、もう今日はですね、早速旅くじへと入っていきたいと思います。今日はあのー、後ろに壁が見えておりますが、楽旅京町屋の1階、ちょうど玄関から入りました、応接間から今日お届けしております。 今日はもう外の天気が非常に良くて、京都は今日最高気温22度、ちょうど今ぐらいがその最高気温の時間帯だと思います。もう本当にね、ちょっと風が強いんですけれども、えー、涼やかな初夏の風が吹き抜ける京都となっておりまして、まあ快適な一日をね、迎えております。もう空には雲一つないような青空で、大変こう素敵な今日はね、5月のさつき晴れというような一日になっています。そんな、 外のね、お天気が非常にいいので、今日、どっから中継しようかなとこうカメラを持って、あちこち、今日の中継場所を探したんです。京町屋の中で。でももうどこもお天気が良すぎて、外の景色、外の風景が入ると真っ白になるんですよ。だから今日はちょっとね、壁が多くて、あまりこう外はちょっと見られないような感じですけども、今日はこういう室内からお届けしたいと思います。洋風の洋間から今日はね、お届けしているということなんです。 さあ、普段は皆さんと直接お会いをして、京都の魅力をお伝えをする講座やツアーでその魅力をお届けしておりますが、今はなかなか皆さんとお会いできませんので、まあこういうインターネットを通じまして、Facebook で午後3時から、このライブ配信を行っています。ああ、ちょっと見逃したという方は、YouTube、Instagram でも動画をアップしておりますので、ぜひまた、好きな時間で、過去も振り返って、 いろいろこう、京都の情報を楽しんでいただいたらと思います。さあもう今日は早速、旅くじから今日のトークテーマを決めてみたいと思います。さあ今日は何が出るでしょうか。先日もまさかの空くじが出てきましてね、かなり焦りましたけれども、まさかの何も書いていないというね、くじがありました。さあ今日も旅くじの、まずは、 くじ取り式から入りたいと思います。さあ、今日のトークテーマは何になるでしょうかどうでしょうかさあ、くじを取りました。それでは、くじ改めに入りたいと思います。さあ、何が出たか私がまず確認をして、一つ、二つ、三つとヒントを出しながら、どのお寺、どの神社か皆さんにも当ててほしいと思います。 今日はちゃんと書いてるのがなんとなくわかりますからからくじではありませんさあ分かった方はコメント欄に何とか寺何とか神社とぜひね入れてもらったらいいのかなと思いますそれではちょっとね改めてみたいと思いますこの季節これからぴったりの お寺です。ということは、まあ、季節感あふれるお寺ということなんですね。さあ、この、一つ目のお寺は、神社かお寺かというと、お寺です。このお寺、最寄りの駅は、永山電鉄、一乗寺駅です。さあ、皆さん、比叡山のふもと、一乗寺といえば、いくつかのお寺に絞られますが、この季節、 おすすめのお寺で冬の雪化粧もきれいですしこれからさつきそしてこの季節はつつじが咲いてくる刈り込みの美しいお庭があるお寺です今から400年前武士から一転文化人として余生を過ごしました石川定山が開きましたいより邸宅が始まりとなって それが後のお寺になって現在、今日の一つ目のトークテーマは、四川堂ということになります。さあ、皆さんの中にもこの四川堂のお庭、大変好きな方多いんじゃないでしょうか。特に女性の方に人気が高いお寺なのかなと思いますけれども、緑の刈り込みが美しく、さつき、 ツ,ツジが咲き誇り、ちょうどこれから5月、6月にかけて大変素敵なお寺になってきます。特に、さつきの方が大変綺麗かなと思います。5月の下旬、早ければ5月の下旬、一般的には6月の第1週目あたりが、綺麗にさつきが咲き誇りまして、白砂と緑の刈り込みに赤い花がさつきがつきましてね、素敵なお寺になっていきます。 今から400年前に武士として徳川家康の配下で活躍をしました石川城山。大阪の陣の後に、自ら武士、武士を辞めまして一点文化人としての余生を過ごすんです。まあ石川城山は非常にこう先を見る力があったんでしょう。大阪の陣が終わりました後は、事実上江戸時代が安定をして戦いがなくなります。そういう戦いのないこれからの時代、 武士として生きるよりも、ということで、自ら文化人としての新たな余生、60歳で武士を辞めて後30年、90歳で亡くなるまで余生を過ごしましたのがここ、比叡山の麓もと一寺あたりなんです。実は、江戸時代の初め、今から350年ほど前になりますと、この比叡山の麓あたりが一躍文化人に大人気の場所になるんです。 例えば、時の第108代、ごみずの上皇も修学院離宮を開いて、さらには、その南の方には現在、昆福寺という、後松尾芭蕉も訪ねたというお寺があったり、非常にこう文化人が愛した地域が、後の一乗寺や修学院という地域になっていくんです。まあこれは、街中の人が多いところから、 ほどよく離れた山ふもとに、文化人害する花鳥風月に包まれる、自然が豊かで、鳥がさえずり、こういう場所が山ふもとの自然豊かな場所に広がっておりまして、もうちょっと南の方へ行きますと、室町時代、八大将軍の吉政公が開いた銀閣寺などがあって、 やや北寄りの一条寺から修学院にかけて後、江戸時代の初め、文化人たちに愛されてきたわけなんです。まあそういう中で石川城山が、余生を暮らした約30年間、比叡山の麓にいよりを立てて余生を過ごし、その建物の中に中国の詩歌詩を読む人36人の絵を加納丹優に描かせて掲げたことから、 四川の間というお部屋があって、そこから通称四川道、正式名称は上山寺と言いまして、この建物はまた別名、山麓の凹凸の非常にこう豊かなところに建物やお庭が広がることから、凹凸があるところの建物ということで、凹凸家という名称もあるんですけれども、まあ、とにかく自然が豊かな場所なんです。 ぜひね皆さんもゆっくりと自然に包まれながらこのお庭を眺めていただきたいと思いますそうするとねカコーンという獅子おどしの音が山麓に響いてくるんですこの獅子おどしよく水がたまると竹筒がこう神戸を垂れてカコーンと戻るときにお尻が音を鳴らすんですけれどもこの獅子おどしを初めて お庭に持ち込んだのも、石川錠山とされております。本来は、作物を育てる田畑において、動物などが来て、野菜などを食べないよう、定期的に音を鳴らして、鹿を脅す、動物を脅すことから、鹿を脅すと書いて、獅子脅しと書くわけなんです。本来は田畑にあって、動物を逃がすための仕掛けだったんですが、あの、 趣き深い音をですね、さすが文化人の石川錠山、この四川堂の境内に持ち込んで、時折、雅の音がね、今も鳴り響いているということなんです。その、獅子おどしの音にね、耳を傾けながら、ぜひ素敵なお庭をね、えー、散策いただいたらいいかなと思っております。あのー、私もですね、何回も行ったことがあるお寺さんなんですかね、一回だけね、真冬の、 雪化粧の、あの、刈り込みの、ところにですね、雪が降り積もって、白砂の雪、刈り込みの雪、山肌の雪と、もう一面銀世界の、京都の街中よりもやっぱりちょっとね、寒くて雪が降りやすいので、雪化粧しやすい四川道なんですけれども、その雪化粧を見に行こうということでね、まだ20代だったでしょうかね、行ったんですよ。そしたら何を間違ったか、 革靴で、スーツで行ってまして、ちょっと多分ね、学生の頃だったのかな観光ガイドの仕事か何かがあったのか、スーツで革靴で行ったんですよ。そしたら大体もう革靴といえばね、裏側にストッパーがついてません。つるっとした靴底なので、もうあの、四川道の手前の坂道も雪と氷で凍ってましてね、つる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 滑ってね、全く登れなかったんですよ。 で、結局ね、雪化粧の四川堂を見ることができなかったという、まあ、そんなこともありましたね。今、思い出しました。あの、手前側にはね、鳩餅を売っている、あの、お餅屋さんもね、小さないりを構えておりまして、あとあのー、なんと言っても、下がっていきますと、西へ下がっていきますと、キララ坂という、かつて比叡山に向かう道と合流するところに、一乗寺下がり松という松の木が、 今は5代目となっていますかね。植わっておりまして、そこでは、宮本武蔵氏が、吉岡憲法道場と対決をした、一条寺下がり松の決闘でも知られる地域でもあるわけなんです。非常にね、古い歴史、史跡がたくさんこう周りにもありますので、昆布寺、新断昇にゆかりの北山別院、そしてこの四川堂、お庭が素敵な円光寺、満州院、修学院立休、 石山禅院と、石山禅院は先日ご案内しました。こういうね、趣深い文化人が愛したようなね、非常にこう素敵な場所が広がっておりますので、そのあたりも含めてぜひまた四川道散策をね、いただくといいかなと思います。あの、私が好きなのは、ちょうどその一乗寺下がり松のところに、あの、中谷さん、あの、和菓子屋さんのご主人さんとね、洋菓子のパティシエさんが結婚されましてね、 和洋がコラボレートしたね、素敵なお店があって、一乗寺中谷さんで、あのカフェも併設されてますので、また今はちょっとね、閉めてるかもしれませんけれども、また、検索をいただきまして、あの、五色豆の、確かティラミスとかね、素敵な和洋折衷のスイーツがあるんです。私もね、結構甘いもの好きなので、スイーツ大好きなので、スイーツ巡りも、またね、こういう情報の中にいろいろ入れていけたらいいかなと思います。はい。 さあ、一つ目のトークテーマは、四川道でした。さあ、それでは、二つ目のトークテーマ、くじ取り式に入りたいと思います。さあ、何が出るでしょうか。さあ、ちょっとね、下の方から二つ目は取ってみたいと思います。はい。取りました。くじ取り式終わりました。さあ、それでは、くじ改めといきたいと思います。 さあ、一つ、二つ、三つとヒントを出していきたいと思います。さあ、何が惹かれているでしょうかはい。そうですね。ここの場所行くと、こんな表情になります。全然わかりませんね。はい、何かと言いますと、 この場所は、一度、このトークテーマでもすでにキーワードとしては出てきています。今までトークした中で、こういう感じのところで、そのトークの時には、京都の平安京の周りに3つ、そういう場所があって、都の中と、 そこの間にあるのがこの世とあの世の境目となってこの場所はそういう意味では京都で最もよく知られるこの世とあの世の境目でお寺さんとしてもある有名なお寺がありますがそのお寺の前あたり一帯をこういう名称で呼んでるんですさあわかりましたでしょうかこの世と あの世の境目とされますのが、六道の辻となるわけなんです。さあ、二つ目のトークテーマは、六道の辻についてです。昔から、先日のトークテーマでは、平安京三大創創地ということで、東に鳥辺の、北に連大の、西に足立のという、 亡くなった人が葬られる葬造地があるという話がありました。その東山の鳥辺野、現在の清水寺から千入寺のあたりにかけての山麓に多くの人々が葬られたと言います。その鳥辺野に向かうかつての五条通り、現在の松原通りが延べ送りの道であったとも伝えられまして、鴨川に架かる松原橋、 これが昔の旧五条の橋で、そこから、まっすぐ曲がり角なく、清水寺、鳥辺野までつながっているわけで、まさに、鴨川の西が平安京の都、この世と見立てれば、松原通り、旧五条通りを東へ行った山ふもとに鳥辺野があって、鴨川の西をこの世と見立てれば、山ふもとがあの世ですから、ちょうど松原通り、東山のところに、 六道の釣りという、この世と、あの世の境目があったんです。あの、六道というのは、この仏教の中における、この世にある六つの世界のことを意味しております。なんとか道、なんとか道という、六つの世界がこの世にあるとされまして、まず我々、今このライブ配信見ている方は、その六つの世界の中で、人間が暮らす道、 人間道という世界にいるんです。皆さんどうでしょうこの人間道という世界。楽しいこともありますが、今はね、ちょっと自粛が続くなど、苦しいこともあります。楽しみ、苦しみが相反、半々あるというのがね、この我々が今暮らしている人間道という世界なんです。で、例えば、この人間道で良いことを積めば、苦毒を積めば、亡くなった後、次生まれ変わるのは、 天上道と言いまして、天国のような極楽世界が待ってまして、そこ行きますとね、より苦しみが少なくなって、楽しいことが続くという天国のような世界が待ってるんです。しかし、この世で悪さばかりしていると、嘘ばかりつくと、地獄道という世界に落ちまして、そこでは梁の山を歩かされ、 煮えたぎる湯の中に掘り込まれるなど、阿鼻教官の地獄が広がっておりまして、その前世での罪を償うために、苦しみを受け続けるという地獄道という世界が待ってるんです。また、食べ物に癒しいことをしていると次の世界には、ガキ道という世界が待っていて、食べ物を食べようと思うとね、すべてが炎となって消えてしまって、24時間、365日、 空腹に苛まれるというガキの世界が待ってるんです。これに落ちるとね、夜寝られないと思います。嫌ですね。さらに、人とね、揉め事ばかりしてると、修羅道という世界に落ちましてね、そこでは常に戦いやいさかいに巻き込まれて、心に安らぎのない世界、修羅道に落ちるんです。これもね、心が安らぎがないということなんで、大変辛い。 世界に落ちるんです。あと、動物をいじめたりするとね、畜生道に落ちましてね、皆さん自身が馬、牛などの畜生となって、古希使われるという、そういう世界に落ちることになるんです。このように、あ、あとね、この、我々のこの6つの世界というのは、天井道、人間道、地獄道、ガキ道、修羅道、畜生道というね、この6つの世界に、 なっておりまして、どっかで生まれてはなくなり、どっかで生まれてはなくなり、六道の世界を輪廻、回りながら生まれてはなくなり、生まれてはなくなりすると考えられたんです。前世が来世につながるという考え方で、皆さん、やはり行くなら、少なくとも同じ人間道に生まれ変わって、良ければ天井道で生まれ変わりたいと思いますので、今日から一つでも遅くはないと思います。苦毒を積んで、再び、 次の世界は良いところでお会いしたいと思います。地獄道であったり、修羅道であったりするとね、お互いにも辛いですから、ぜひ今の現世から来世につながる行いをしておくことが大事なんです。こういうことで、六道という考え方があって、それを輪廻する。六道輪廻という考え方がありまして、その昔の人は現世が来世につながる。過去、現在、未来というのはつながっているんだ。 こういう考え方で今の行いを正し、い来世をね、願ってきたということなんです。ちょうどね、それが今、六道の辻と言い,いまして、ちょうど六原三辻と六道沈納寺や西福寺というお寺があったりするんですが、松原通りと六原三辻から上がってきた道の交差点あたりがこの六道の辻だとされているんです。交差点のところにお店があります。 港屋という屋号である飴を売っているんです。昔その飴屋の店主が店を閉めてから夜な夜な女の人が店を訪ねてきて飴を買い求めるので何かおかしいなと思いながらも飴を売っていたんです。ある日はついに意を決してその女の人の後ろをついていくと日は暮れ真っ暗闇の中 トリベに続く道をその女の人は歩いていきまして、トリベに入ったかと思うと大きな木の下で、と姿が消えまして、と思った天主は近くのお寺に駆け込んだんですね。今あったことを天主に、天主はですね、住職にことの主体を伝えますと、そういえば、その大きな木の下で数日前、身をもの女性を 葬ったというんです。急いで住職と店の主はその木の下に再び戻ってみると、なんと土の中から、おぎゃー、おぎゃーという赤子の鳴き声が聞こえまして、とこう土を掘り返してみると、なんとあの数日前、身を物まま亡くなった女性が亡くなってなお、お墓の中で赤子を産んで、幽霊となって飴を買い求め、赤子に与えていたんです。 それ以来その雨は、幽霊子育て雨と言われるようになりまして、今もその港屋さんで幽霊子育て雨が売られているんです。ちょうどこの六道の辻にお店を構えるお店に、あ、そうですね。お店を構えるお店、お店なんです。というところになりますので、ぜひ一度ね、お買い求めいただきたいと思います。あの、私もね、この、 幽霊子育て飴は結構好きなので、ちょこちょこお店にも行きましてね、お客さんと一緒に行ったりもするんですよ。あの辺りの散策で、六荒密寺とか、六道沈能寺をね、一緒に団体でお参りをした後に、さあ皆さんここがですね、みたいな感じで、今のお話をするとね、もうみんな、買ってくれるんですよ。うわーっとね、お客さんみんな行きましてね、で、もう皆さんね、よかったよかった。もうここでしか買えないね、お土産だということでね、本当に喜んでいただくんですがね、 一番喜ぶのはね、お店の方が後から出てきてくださってね、はい、と、ちょっとね、幽霊子育て飴をちょっとだけ分けていただくんです。まあ、いわゆる賄賂でしょうか。いや、わかりませんけども。ということでね、あの、その幽霊子育て飴は私もよくよくいただいておりましてね。まあ、本当に美味しい飴、昔ながらの飴です。ということでね、ぜひまた、六道の辻で、ちょっと怖いお話もありますけれども、そういうね、 雨も売っておりますので、ぜひそれもね、楽しんでいただいたらと思います。意外とね、昔ながらの雨で、こう、板状の雨をおそらくね、木槌で割って、袋に詰めた雨なので、本当にこれ赤子に与えるとね、とんがったところが多い雨なので、口ん中、血だらけに <laughs> なるかもしれませんけれども、まあそんなことはないと思いますけれども、まあそういうね、幽霊が子供を育てるために買い求めた雨というのが今もあるあたりが、六道の辻。 あと一つね、そういう場所なんですが、六道沈納寺の道向かいにあるね、スーパーがね、ハッピー六原って言うんですよ。すごいですね。ハッピーなんです。なかなか、そのハッピー六原に、あの、ちょこちょこお買い物行ったりもするんですけども、まあそういうあたりでね、いろんな歴史がある地域になりますので、ぜひ訪ねていただきたいと思います。はい。ということで今日は、素敵なお庭の四川堂と、ちょっとおどろおどろしい、 六道の辻のお話をね、させていただいたということなんです。ほぼほぼ毎日お届けしております。楽旅通信、ライブ版ということで、今日も二つのトークテーマをね、お届けしたということなんです。さあ、それではですね、ここまでということになりますので、最後は合言葉で終わりたいと思います。きっと、もっと、京都を好きになるということで、 京都から皆さんの心に元気をチャージして、皆さんからも京都へと元気を送り届けていただきたいと思います。皆さんの元気を私もたっぷりとチャージして、また明日からも午後3時、このライブ版でいろんな京都の魅力をお届けしたいかなと思います。最後の好きになる、この時にハートマークでぜひ元気をチャージしたいと思います。それでは行きます。きっと、もっと ということで今日も午後3時からお届けをしましたタ旅通信ライブ版また明日も午後3時にお会いしたいと思いますありがとうございましたぜひ皆さん同士で交流も深めてくださったら結構ですよおやつの話題も書き込んでぜひこのライブ版楽しんでください さあ、明日は、どこから、楽旅京町屋の中、お届けしようかなと思います。あの、また、機会を選んで、ちょっと外でも、こういう中継ができる時期になりましたらね、いろんなお寺さんとか神社さんから、ちょっとね、お話を通じまして、なんか、他から、中継してみるのもいいのかなと思ったりしています。まあ、しばらくはこの、ステイホーム、おうちにいましょうですから、楽旅京町屋からお届けしたいと思います。さよなら。ハートマーク、レンダです。 さあそれではポチ消したいと思います。